吉田さん、昭和魂ってあるじゃないですか。なんか見栄を張ったりね、する、ちょっと肩で風切るみたいなね、将来ビッグになるぜみたいな、そんな絵空事かもしれませんけども、そういった空元気が元気を呼んでいたんじゃないかなっていう気がするんですよ。今思えば団地に住んでいる奥様方がね、あ、何々さんの旦那さんなんか今度課長になるらしいよとかね、何々さんのご主人は今度部長になるみたいよみたいな感じで、自分の旦那さんをけしかけてる姿って結構ね、なんか微笑ましいなと思っちゃったりするんですよね。でも今はどうでしょうか。なんか昭和の時代が過ぎて、今はどれだけ自分が恵まれてないかとかね、どれだけ自分がかわいそうなのかとか、どれだけ自分は報われていないのかっていう、なんか苦労話の競争になってるような気がするんですよ。それは見栄とは反対方向に行ってるのかなっていうふうに感じるんですけども、まあ、私が見えてるとこだけですかね。なんか別にそれぞれ自慢してるつもりはないんでしょうけども、それぞれ昔もね、昭和時代も自慢してるつもりはないんだけども、張り合ってた部分があるのかなと。今はどちらかというと、何日休んでないとかね、何時間徹夜してるとか、そういうなんかね、張り合いなのかなと思いますね。なんか豊かさとか凄さを自慢するんじゃなくて、なんかこう大変さとかね、辛さを自慢するみたいな流れになってきてるのかなというところで、世相を感じる部分もあるかなと思います。まあ、ただ私はですね、吉谷さんと同じく普段誰とも会わずに暮らしてるんで、はぎってよくわかりませんね。ただ拾えるニュースはちょっと気の毒なものばかりというかね、まあ、ニュースっていうのはあまり人のいいことをやらないですよね。明るいこととか なんでしょうね。やっぱり人はかわいそうなものとか気の毒なものを見たいっていう習性があるから、そういうものをマスコミも扱うのかもしれないですけどね。その中でね、吉田さん、最近ね、すごくね、ショッキングな出来事を私知ったんですよ。それはなんかその中学生の14歳の女の子が凍死自殺をしてしまったというね、公園で冷たくなってね、1ヶ月ぐらい発見されずにカチコチになったまま死んでしまったらしいんですよ。で、その子はなんでそういうことになったかというと、まあ、死ぬのも分かっていながら、寒い北海道のね、旭川でその公園に行って、まあ、自ら命を絶ったようなもんだということだったんですよね。それをもっと紐解いてみると、転校したばかりだったんですけども、その転校する前の学校でね、北西中学って言ったかな、北星中学っていうところで必要ないじめにあってですね、それこそ女の子、思春期の女の子なのに性的ないじめにあったりとかして、そのなんかね、やっぱこう口にも出せないようななんか写真をね、無理やり撮らされて、それをいろんなところに拡散されちゃったっていうところが、もう相当ないじめになったらしいんですよね。相当ないじめにあったんだけども、学校も取り合ってくれなかったし、警察も介入しなかったし、助けて助けてって言ってるのに誰も助けてくれなかった。大人ですら助けてくれない。で、校長は隠蔽をしてですね、で、もうここじゃダメだってことなんで転校したんだけども、もう心的外傷ストレスになってしまって、新しい学校にせっかく行けたのに、もうね、外出することができなくなっちゃったみたいな、もう精神的にやられちゃったんですよね。もうなんかすごい気の毒なのと、あといじめっていうのはここまで来るんだなっていうふうにね、思いましたね。まあ、昭和の頃には考えられないいじめですよね。思うに、昭和の頃っていうのは番長がいたんですよ。で、番長が睨んでるところで姑息ないじめとかできなかったはずなんですよね。で、番長はやっぱりね、そういうなんていうの、筋を通すみたいなね、こうせこいこと嫌いなんで、ボカンとぶん殴って終わりみたいな、だからいわゆるそういうふうな番長が学校の、まあ、裏を統治するみたいなね、生徒会とか先生、顧問の先生とか教育委員会か教職員とか、ああいうのとは違って、なんかちょっと暴力チックに支配する体制があったから均衡が保ってたんじゃないかなみたいなね、まあよくわかんないですけどね、そんなことを思っちゃったり思わなかったりするんですよ。で、最近は番長がいなくなったのと同じように、番長がいなくなって学校を裏で統治する人がいなくなったから、裏でね、こう小悪人がものすごく台頭してきて、半グレみたいな感じで、で、まあこんな事件にもなりかねないんじゃないかなと思ったんですよね。で、それってのはこの社会を見てもね、今そのいわゆる反社会勢力ヤクザみたいなのが堂々と働けなくなったんですよね。で、本当にヤクザさんっていうのは収入源を断たれて、活動地区を断たれて、ものすごく今ね、やりにくくなってるんですよ。で、その代わり台頭してきたのが指定暴力団じゃないようなね、半グレみたいな、普通の民間人を装いながらやることはえげつないみたいなので、覚醒剤を売ってみたりとかね、
シークレットで売春やってみたりとかっていうのが台頭してるんですよね。なんなんでしょうね、やっぱね、うん、昭和の時代の方が良かったとまではなかなか言えないんですけども、なんか結局は、まあ、でかいね悪というか、番長は悪なのかな、なんか睨みを聞かせる人がいなくなると小悪党が増えるみたいなね、それから義理も人情もないなみたいなこと、まあ、今回のニュースを通じて感じましたね。旭川14歳少女自殺、いじめ自殺みたいな感じで、なんか YouTube とかでよく見るんでね、こんなひどいことが起きてたのかなと思ったところに、まあ、世相を感じたみたいなところがありますね、うん、私も広島市内中心部にいた頃はね、まあ、よく名前の聞くようなそんなねお役座さんとか大幹部の方とかうよいよしてましたけども、うん、思うにあれが最後の曲がり花だったのかなとかね、何が寂しいのか、何を味方すればいいか、何を正義とすればいいのか分からなくなってきますよね。だから私もイントできてよかったなと思うのは、何も関わらずにやっていけるというところがあるからだと思うんですよ。とはいってもね、いっぱい関わってますけどね、うん、やっぱり完全に孤独になることはできないですね、うん、まあ、孤独でいる時間は長くなったんですけども、でもその代わり一人一人と深く付き合うようになったのかなって気がしますね。ということで今回ね、タイトルね、億万長者合宿とは似つかわしくないんですけども、旭川少女いじめ自殺、これにさせていただきます。いってらっしゃい。